ハロー YouTube、ニーハオヨークワン、リンチーです。ですね、今日もですね、日中を股にかけた、バイリンガルはやめられないの僕がですね、皆様に、中間ニュースをお届けしようと思います。はい、今日の中国語はですね、ホンリーということで、このホンリーっていうのはですね、ボーナスという意味ですね。紅に、利益の利と書いて、ホンリーなんですけども、まあ、中国国内ではね、連口本利、人口ボーナスがあるということで、中国はね、市場が大きい、発展しやすいと、まあ、そういうふうに言う人がいるんですけども、これはね、ある側面では、真実なのですけども、逆にね、不利な面もあるわけなんですよ。で、人口が多いと、それだけ資源が必要になってくるんですよね。まあ、例えばね、食料、食料ね、だから14億人分中国で、生産できない場合、中国人が働いてお金を作って、海外から輸入しなくてはいけないと、そういった状況になってくるんですよね。でね、最近では石炭ですね、良質の石炭をオーストラリアから輸入してなんか発電して、それでね、14億人、まあ、全部ではないんですけどもね、が暮らしていると、そういった状況になっていますし、まあ、最近ね、中国で進んでいる、まあ、建築物ですね、公共投資とか、まあ、マンションとかもね、オーストラリアから、鉄鉱石を、輸入してやっていましたね。実はね、中国もね、鉄は取れるんですけども、鉄のね、クオリティと、あとね、結構深く掘らないとダメなんですって、中国の鉄鉱石っていうのは。で、なんかなんていうの、オーストラリアだと、まあ、結構ね、良質な鉄がなんか露天掘りで取れちゃうんで、まあ、だから そこからね、直接なんか、輸入しても、オーストラリアの鉄を、輸入した方がいいという状況にね、ずっとなっていました。だから、このほら、人口が多いからといって何でもかんでも有利だと、そういう状況にはならないわけなんですよね。逆にね、どこでしたっけ、カタールでしたっけ、まあ、だから天然資源だけで、その全国民ね、基本的には養えると、まあ、そういった国もね、あるわけなんでね。でね、まあ、よくね、中国人で、まあ、中国には、この人口、連口本利、人口ボーナスがあると、この本利があるから発展しやすいんだというふうに、言う人がいるんですけども、はっきり言ってあげたいのが、お前の発展じゃない可能性も、あるからなっていう話なんですよね。で、このほら、まあ、人口があって資源が足りない場合、まあ、比較的、まあ、もともとそうなんですけども、だから人間そのものがこの資源、資源になってくるわけなんですよね。だから、そこら辺のことが分かってないと、お前はその人口ボーナス利用できる立場なのかという、人口ボーナスを、利用できるだけの能力があるのかという話なんですよ。で、まあ、それで話すのがね、別に人口そのものはお前自身の力じゃないからなって、まあ、言ってあげることがね、よくありますね。はい、今日の中国語はですね、ホンリーでした。はい、今日のね、この動画がね、いいなと思っていただけた方は、グッドボタンとチャンネル登録、ツイッターのフォローなどよろしくお願いします。それでは皆さん、リンチーでした。再见。